こんにちは、杉浦です。今回は薪ストーブについてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。薪ストーブってすごく、雰囲気も良くて自然なスタイルが好きな人はとてもいいと思ってると思うんですけども、私もね、とても好きなんです。ただ簡単に考えてると後々もうちょっと使わなくなっちゃったりすることが多いっていうことを聞いたので、そのあたりちょっと注意する点をちょっとお話しできたらなと思います。でまず薪ストーブなんですけど、設置するのにまあまあ費用がかかる。そのものですね、薪ストーブのもの自体、本体自体と、あ、煙突が結構高額なんですね。だから高いと120-130万とか、両方合わせてですよ、150万とかするみたいです。ですごく大変なことが、それが何かっていうと薪をストックしておくっていうものがものすごく大変らしくて、ワンシーズンで驚くような量を消費するそうです。実際その毎日こう暖房器具として薪ストーブを使ってこう薪をくべてる人と話したことはないんですけど、でも大体私の知り合いでそのフェイスブックなので薪をこう山へ取りに行ってる人がいるんですけども、そこでちょっとメッセンジャーでやり取りして聞いてみると、とんでもない量がワンシーズンでいるそうです。だからその薪ストーブは薪ストーブでいいんですけど、薪ストーブを置くとなると薪ストーブにくべるための薪のストックをしていく場所っていうのを確保しないといけないっていうことをちょっと頭に入れといていただけたらなと思います。で薪も買ったら高いらしくて、結構な金額になっちゃうらしいんですね。だからどっかでその間伐材とかをが出るとこへ行って、自分でそのチェーンソーなりなんなりで切って、で持ってきてその家の横にですね、そのストックの場所を、こうちょっと屋根作って棚作ってそこへずっと干しとくっていう場所を作ることがとても大切だし大変だそうです。ですから薪ストーブもその燃費の悪いやつ買っちゃうとものすごい勢いで薪をくべないといけないらしくて、そうするともうその薪をストックするのと薪をくべるのとで疲れちゃって、すぐその薪ストーブが飾りになっちゃうらしいんですね。そうならないようにやっぱりその事前にちょっとよく調べてですね、薪ストーブの燃費ですとかね、あとそのどれぐらいのストックが必要なのかっていうことと、そのストックする場所が作れるかっていうこととよく考えて購入していただけたらなと思います。で私の知り合いが薪ストーブを作ってます。自作です。で売ってられるんですけども、すごく燃費のいい薪ストーブで、ロケットストーブになってます。普通の薪ストーブってもうただくべて、それが煙突通してずっと煙が上がっていくっていうか、すごく単純な作りなんですけども、この僕の知り合いの方のストーブ、薪ストーブっていうのはロケットストーブになってて、すごく燃費がいいんですね。ですからちょっと紹介したいと思います。ヒミエルストーブさんっていうんですけども、こんなストーブになってます。かっこいいですよね。かっこよくて、でこの上のとこですね、この上のとこがオーブンになってるので、ここでピザ焼いたりとか料理もできるようになってるんですね。でこの上にもこう夜間置いてお湯沸かしたりとか、この上で料理もできるんですね。っていう薪ストーブです。で、これがそのすごく燃費が良くて、普通の薪ストーブに比べると、かなり燃費がいいっていうのを僕は聞きました。もうちょっとどれぐらいだったか忘れちゃったんですけど、もうかなり違うそうですね。
その薪をそうすると確保する量とかも全然少なくて済むので、管理もすごく楽になります。でものすごくよく考えられてて、その高断熱住宅で設置するっていうこともちゃんと考えられて作られているので、その家の外の外気をこのストーブへ直接入れるように、その外気の導入口っていうのも備わってるんですね。普通の薪ストーブですと、その家の中の空気を温めて出していくっていう感じなので、まあ言うと温まった空気がまあこの中吸い込まれて外へ出ていっちゃうということなので、あんまりその温め方としては効率が良くないっていうか、その出てたもんまた外から入って入れないとちょっと酸欠で空気がちょっと少なくなっちゃうので良くないんですね。だからその辺もちゃんと考えられてて、外気の導入もまあそのできるようになってます。この薪ストーブ、ヒミエルストーブさんです。もし薪ストーブをまあ購入することをまあお考えでしたら、もう本当におすすめなので、ぜひぜひヒミエルストーブで検索していただいて、まあブログが出てくると思うんで、そこでお問い合わせしていただけたらなと思います。一度まあ私もこれ実際に火くべるとことか見せていただいて、あとこの料理もちょっと作ってもらって食べたんですね。ピザとかでもものすごく美味しかったです。でその薪ストーブとかだと、まあ不完全燃焼とかしちゃうと、まあ、煙突からの煙がすごいモクモクになっちゃったりするんですね。だけどこのヒメールストーブさんのやつは、まあ最初はねやっぱりちょっとどうしても炊き始めは出ちゃうんですけども、一回燃え始めるとすごい勢いでまあ燃えていくっていうか、高温になるので煙も透明な煙が出てきます。まあそれ煙っていうのかどうかちょっと分かんないですけど、もう煙もね出なくなりますんでね、本当にものすごく性能が良くて、これから多分すごく広がっていくんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ薪ストーブをお考えの方はご検討いただけたらなと思います。こんな感じですね。見た目もいいですよね。で今回は以上になります。どうもありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram もやっておりますので、フォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。